ルートね。でもさ、じゃあさ、今回のテーマは大学生のみで、やっぱ釈迦さんを酔わすってことじゃん。結構、お前がそれでいいの？結構飲んでるよ、釈迦さん、マジで。違う、だって顔見てみ。まだいける。まだいけるっすよ。釈迦さん、まだいけるよ。もう無理だよね。まだいけるのに、それでお前それでジャスが一番最初に潰れちゃダメでしょ。それはそう、そこちゃんと俺マジで分かってる。オッケー、分かってるよ。マジで俺朝までいるよ。本当寝ないんだね。寝ない、お前寝ないんだね。絶対寝ない。よし、寝たら殴ってくれ。シャカさん、お前は釈迦さんを、釈迦さんとして、釈迦さんを、釈迦を気持ちいい、シャカ気持ちいい、シャカ気持ちいい、何これ。オッケーオッケー、ここで入ったら本当にまずいらしい。オッケーオッケー、ここでは吐かないでくださいよ。ここでは、ここでは助けて、ここでは吐かないでくださいよ。ここでは、ここで吐かないでくださいよ。はい、飲みました。え、釈迦さん飲んでない？釈迦さん飲んでないんすか？ジャス飲んだ？ジャス釈迦さん飲んでないらしい。今のツイスターゲームの罰ゲームのテキーラを飲んでないらしい。あんな早い段階で落ちたのに、あんなタイミングで落ちたのに飲んでないらしい。あんなタイミングで落ちて飲んでない。釈迦さんのカメラどれ？これもう映ってるの？それは映ってる。はい、OK。で、こっち座るに。え？まあ、テーマはね、そう、俺たちが強引に設けたテーマだから、釈迦さんいくら飲んでいくら潰れ、どんな潰れ方しても悪くないから。今日は大学行った人誰？今日の今日の大学行った、いや、それはメンさんだけ。そう、ゲマゲママジでゴミゴミしちゃう。マジでゴミゴミ、そうそれは、それは良くないけど、それは良くないんだけど、それは良くないんだけど、それは良くないんだけど、ゲマゲマの中で大学に行ったの、ライ様だけ。いや、だからこそ大学生の飲みってどういうのなんだろうなっていう。まあ楽しいよね。そう、楽しいのを体験させてくださいよっていう。そう、俺が。それでは皆さん、はい、ここに残ったメンツへ乾杯いきます。乾杯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 。いただきます。何？違う。これ大学生の飲み方。そうなの？初めて知ったって。初めて知ったよ。腕組まんとね。初めて知ったよ、その大学生のダサ。ガチの話じゃさ、ダンサーこう持ち歩いてるんでしょ、うん、マジで偉いと思うんだけど、絶対俺これ覆いきれないと思う。マジでヤバいな。マジでヤバい。バンドネームされた。マクタリさん。ちなみにさ、ジャスタイさん、めっちゃ今さすってたじゃん。ガチ痛い。マジで痛い。100個くらいっすよ。絆創膏100個。いや、リアルな話、3個いる。3個いる。3個いる。エリア的に？ガチ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